おはようございます。今日の朝ごはんです。今日の朝ごはんはね、ソース炒めし。こんなにね、山盛りになってるのは、これ下にキャベツがね、たくさん入ってます。昨日のね、サイクリングでね、もうお尻が痛くてね、今椅子に座ってるのも結構きつい状態ですね。ちょっとね、昨日は本当はいろいろとね、反省会みたいなのやろうと思ったんですけど、昨日そのお酒飲んでね、そのまますぐ寝ちゃったんで、今日やりたいと思います。はい、コーヒータイムです。まだね、午前中なんですけど、昨日のね、今日で体がだるいんでね、ちょっとコーヒーを入れます。水分がね、すごい足りてない、体から抜けちゃってますね。はい、コーヒー待ってる時はキャラバキタイム。今日書いた夕刊です。じゃーん。お、これシークレット、シークレットのティラノサウルス、恐竜って、恐竜が出てきました。じゃあパキっていきたいと思います。シークレットなんで慎重にいきたいと思います。昨日のね、夜にできなかった反省をね、今日やりたいと思います。でね、良かった点、まずね、良かった点は、まずはね、これこのね、ハンドル、これゴリックスっていうところの、まあ、ここが幅広になってて、しかもね、ここにこう高くなってるやつでね、これがね、本当に手首、ちょっとね、俺この手首をね、捻挫してて昔で、すぐ痛くなっちゃうんですよ、こうやって持ってると。なんですけど、これがね、意外とね、面で当たるんで、手首とかすごい負担がね、少なくてね、すごい良かった。で、あとここのグリップ、こうやってね、疲れた時にこうやって握って引いたりとかしてたんですけど、これはね、すごい良かったですね、この切り替えがね。ただここ、まあ、ブレーキがここなんでね、ちょっと距離が離れちゃうんで、上りぐらいにしかこう握るのはしなかったんですけど、それでもすごく良かったです。で、あとね、これ今回ね、初めて、まあ、ずっとつけっぱなしだったんだけど、使う機会がなくてね、あれだったんですけどね、初めてそのロングライトで使ったんですけど、これティグラのスマホホルダーですね。マグネットがついてて、パコッと押すと、ここにこういう風にね、自然とロックがかかって、スマホがね、抜けなくなる。ちょっとスマホ持ってくるか。はい、ちょっとホルダーだけ持ってきました。こんな感じのホルダーで、これをね、パコッとはめると、これマグネットでね、でロックがかかっちゃうから、これ引っ張ってもね、全然取れないんですよ。自転車が浮くぐらいなんでね。で、ここを一番下まで下げると、そうする、まあ、ここで引っかかりができるんでね、そんな簡単には下がんないんですけど、グッと下げると、そうすると外れるっていう。なんでね、なんか取り出し、この取り付けも楽だし、取り外しも簡単っていう、でもがっちりっていうね、かなりいいものでした。あとはこれか、このね、フロントバッグ、ここにカメラ入れるように買ったんですけど、これもね、まあ、カメラ、まあ、今撮ってるね、カメラがね、簡単に取り出すことができて、結構良かったですね。ちょっとここら辺がね、硬いのは硬いんですけど、それでもね、ちょっと撮ろうと思った時に取り出せるっていうのはすごく良かったです。ぐらいですかね、良かった点で言ったら。
で、悪かった点はね、まあ反省点でね、悪かった点はまずね、大きなところで言ったらこれ自転車の鍵なんですけど、めちゃくちゃ重いんですよ。盗難防止用にこれだけでね、どんくらいなんだろうな、 1キロ以上はあるかなっていう感じ、 1.5 とかあるんじゃないかなぐらい重くて、こいつだけ、まあ、車体を軽くした方がもちろんいいわけで、でそれのね、それをもう完全に無視したこの重さっていうのはね、結構きつかった。あとね、このペダルなんかね、もうちょっとペコペコになっちゃってるし、あれなんですけど、結構ね、手荒に扱ってるから、なんかね、思いっきり踏み込むとパキッと音鳴るんですよ。それが気になってね、折れるんじゃないかぐらいの。昔ね、あれなんですよね、このペダル根元からパキッと折れて血だらけになったことがあるんですよ。ここのところささくれたやつがね、すねにガリガリって入って、そういう危険性もあって、まあ、ペダル変えるんだったら変えちゃった方が良かったなって感じですね。あと、これか。この間変えたばっかの、タイヤなんですけど、これがね、まあ、ブロック、完全なブロックではないとはいえ、結構ね、まあ、転がりがね、悪くて、あと、まあ、空気圧がね、そこまで、マウンテンのやつなんでね、そんなに空気圧が良くないから、高くないから、ロード、今回ね、みんなロードに乗ってたんで、ロードの人と走るんだったらかなり厳しい、思いっきり漕がないと追いつけないし、他の人のね、巡航速度に全然ね、足りてない感じでね、かなり置いてかれた感があったんで、それがきつかったですね。まあ、次、まあ、この間変えたばっかだけど、もしあれだったら、タイヤを、もうこのホイールごとね、交換して、タイヤをね、スリックとかにした方が良かったかなって感じですね。あと、はい。あとね、この前輪、あ、前輪じゃない、前側のね、ちょっとここが錆びてるのもわかると思うんですけど、だいぶね、ワイヤーとかも伸びちゃってて、で、なんていうの、ギア比がね、なかなかね、坂道入った時にギアが変えられないとかいうハプニングがあって、落としたいのに結構な坂が多かったんですよ。急な坂がね、急な坂が多かったんですけど、その時に前輪のね、まあ、前側のギアを落とそうと思ったんですけど、それが落ちなくてね、そのまんま高いギアのまんま突入するっていうことが何回かあったんですね。でね、本当それが疲れたんで、ちょっとここら辺はね、自分でやるのめんどくさいんで、まあ、ワイヤー、これ全部のワイヤーもね、含めて、まあ、自転車屋行って整備してもらおうかなとは思ってます。あと、まあ、後ろとか前にね、ちょっと掃除したりとかしたんですけど、うん。あとね、この、なんていうの、ディスクとか、もう全体的にね、いろいろと、見てもらって、ダメなところをね、一旦全部直そうかなと思いましたね。あとは、最後、これですね。こいつ。今回ね、もう完全に俺の、このね、機材がどうこうっていうかね、俺の失態なんだけど、ここ、普段乗りがここなんですけど、で、ロングライドの時って少し椅子を高くしてるんですね。まあ、普段、結構低くして乗ってて、でそのまんまね、それを忘れてて、久しぶりすぎて、でね、ロングライドなのにこの低いまんまの状態でずっと自転車に乗ってたっていう、それがね、まあ足が疲れる原因になったかなとこですね。はい、そんな感じかな、この自転車でいう、まあ、車体の方のね、まあ、問題点っていうか、これ失敗したなっていう点ですかね。もうだいぶ、このカノーバーっていうところのやつはね、5万円ぐらいの、まあ、本体も全部含めて5万円ぐらいとかいう、かなりの格安車なんで、まあ、どこまで拡張するかっていうところなんですけど、
まあそれなりにはね気に入っているんで、もうちょいねいろいろと直せるところは直して整備してねやっていきたいと思います。はい、今日のお昼です。今日はねミックスベジタブルが結構余ってたんで、それ全部、まあ結構って感じね、ちょっとだけ残ってたんでそれ全部使って炒め飯作りました。卵3つ入ってます。じゃん、今日は最強の宇宙最強のラーメンの堂の浦から届いた秋鮭の味噌バターラーメンでね、まずは酒飯をやります。で、作り方はね、炊飯器に容器内の米、これかな、これと具を乗せて普通に炊いてください。炊き上がったら鮭を炊飯器から取り出し骨を取り除きます。鮭の身を炊飯器に戻しご飯と混ぜ込んでくださいということで、はい、炊飯器のお釜をね、お釜にこれを、でこれにこれがねラーメンのスープですね、これかな、これが酒飯の具ですね。はい、でこの酒飯の具を、ガバッと、こんなもんね見ただけで美味しいでしょ。この組み合わせはね最高だと思うよ。はい、ということでこれをね普通に炊いていきます。でね、炊き終わってで蒸らしてる最中にこっち側のね秋鮭の味噌バターラーメンを作りたいと思います。じゃーん、炊き上がりました。じゃあ一回ねこれを外し鮭を出して、で骨を抜けってことなんでそれやりたいと思います。はい、で今骨取ったんですけど、最初にね一旦こっちを混ぜて、でこれにね骨取ったやつを戻してこれで蒸らしたいと思います。はい、じゃあね今日も堂の浦のねこの秋鮭の味噌バターラーメンを作っていくんですけど、まずこれがスープね、スープをまずこっちの鍋に入れて温めていくんですけど、こういうねお箸がついてて、このね下の方に美味しいところが溜まっちゃうから、これでね挟んでギューッと押し込んでくれって、そういうことらしいです。すごい鮭のいい香り。でもう一個あるんでこっちも入れます。よし、 OK。 じゃあこっちのねお湯が沸くまで、ちょっとねもったいないけど跳ねちゃった、こっちを温めてきます。でこういうトッピングがねあるんで、トッピングをちょっとね出してもうすぐ入れられるように準備したいと思います。はい、お湯が沸いたんでね麺を入れていきたいと思います。ちゃんとほぐして、で時間は1分ですね。早い早い。はい、そしたら今度はこのスープをね、はい、盛り付けしていきます。うん、このねスープの香りがすごい
よし。じゃあここにトッピングで、きのこ、鮭、よし。ごまをのせて、鮭の皮をのっけて、はい、バターを乗っけて完成です。完成です。はい、じゃあいただきます。めちゃくちゃ美味しそう。はい、鮭ご飯、これもね、香りがすごくいい。ワルなんで、このご飯をこの中に入れてみます。自転車のね、サイクリングの時の反省をね、続きをやりたいと思うんですけど、まずね、まあ自転車をやった、昼間やったんでね、服装編なんですけど、まず服装ね、これね、これはまあこの帽子とこのヘルメットはまあ必須で、これはね結構良かった。まあちょっと最初は良かったものからやるか。これはね、まあ普通でしょ。でこれ直前にね、そういえば俺捨て、昔使ってたやつボロボロになっちゃったから捨てたんだわと思って急いで買ったんですけど、ゲルって書いてあるねやつ、これはね意外と良かった。これね、ヨドバシで2000円しないぐらいだったかな、ちょっとペロンってなってだらしがないのがバレちゃうけど、これはねすごく良かったです。あとこれね、このね、首全体に覆うタイプのやつ、すごい苦しいかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、そこまで蒸れないし、この耳のところとかも痛くならなかったんでね、良かったんですよ。ただなんかね、これしてると、口がなかなか出せなくてね、水が、水分補給がきついっていうのがあったんですよ。だ、それがねネックでしたね。なんかね、帰ってきて、今日、ちょうど今日なんだけど、パール泉っていうところから出てる、あのね、口の部分の下に少し隙間が空いててね、そこからね、ストローで水が飲めるタイプのやつ、マスクがね、出てたんですよ。で、それをね、見かけて、今日速攻でね、一緒に行ったね、仲間たちと、ゴジラインの仲間たちとね、LINE で話してて、こいつはいいと思って、速攻で、注文しました。多分明日ぐらいには届くんじゃないかなと思います。なんでね、次回はそれを使っていきたいと思います。でね、あとはね、悪かったところかな、ほとんどが。まず、これ、リュックサックをね、これで行ったんですよ。でね、荷物が、こいつ、このね、これウェアラブルジンバルね、GoPro と一緒にやってたんですけど、GoPro が古いタイプなんでね、ジンバルつけてないと手ぶれが結構ひどくて、なんでこれ使ってたんですけど、これ頑張って持ってってたのに、GoPro がね、録画ミスってて、全部ね、録画できてなかったっていう悲しい事件が起きて、だったらこれいらねえじゃんっていうね、
そういう悲しみをね、今日、精神にダメージを受けました。で、それと合わせてこれね、バッテリーの充電器、あと一応ね、撮影をするのにいろいろとね、充電グッズとか、あと、替えのバッテリーとかね、これは一眼のやつね、一眼用のやつとか持ってって、あと、でかい、まあ、バッテリーですよ。まあ、これはね、普通にスマホとかも充電するんで、何かあった時っていうのがあるんで、まあ、必須かなって思うんで、これはいいんですけど、うん、このね、バッグ自体がね、重かったんで、せめてバッグは買えるべきだったなって感じでしたね。あとね、バッグの中にもね、いろいろ入ってて、このね、ミニ三脚とか持って行ってたりとか、まあこれは、ね、結局使わなかったんだけど、こういうのとかも入ってたりとかね、いろいろあってね、うん、ちょっとね、荷物を持ちすぎ、もうちょいね、軽量化しないと、ただでさえ体が重くなってるのにね、だいぶきつくなってましたね。はい。それと、あとね、一番反省しなきゃならなかったのが、これ。このね、ズボン。これね、モンベルの、よくね、家で履いている、トレッキングとかね、山行く用のズボンなんですけど、これね、普段使いにすごくいいんですよ。このね、ポケットとかもでかいし、これ膝のね、邪魔にならないところにポケットがついてて、で、それプラスここにもポケットがついてる、お尻にもポケットがついてるっていうね、収納がすごいいっぱいあって、しかも、このポケット一つ一つにね、ジッパーがついてたりとか、これマジックテープがついてたりとかするんですよ。で、まあ、キャンプとかね、そういうのにもすごく強くて、めちゃくちゃ履きやすい、いいものなんですけど、ただね、これ、ここにね、ジッパーがついてて、この下がね、外せるんですよ。で、半ズボンになるっていうものなんですけど、で、普段はね、それがいいんだけど、これね、自転車で良くなかったのがね、これがね、足がパンプしてきたりとかするとね、ここが締まるんですよ。太ももが俺、太いんですけど、そこがね、ここが締まって、足を上げるときにね、このズボンが突っ張るんですよね。ズボンが突っ張るのと、あとね、圧迫をして、太ももが痛くなってきて、それがね、ちょっと、あれですね、大失敗だなと思って。今回多分一番の失敗はこれ。このズボンを履いてたことでしたね。うん。それ以外はね、すごいいいズボンなんですけど、自転車はダメだなって感じでしたね。ちょっとね、もう自転車に向くズボンがね、なかったっていうのはあるんですけど、そういうのをちゃんと用意しないとダメですね。そのくらいかな。あとこれだわ。この毎回持ってっているね、サーモスの自転車用の水筒。これはね、めちゃくちゃ良かったです。てか、これはね、いつも最高。本当にね、ずーっと冷たいやつ飲めるんで、ほてった体をね、これで沈めるっていうのができるし、あとここのね、ストローがね、めちゃくちゃ飲みやすいんですよ。で、ワンタッチでね、パコッと外せるっていうのもすごい利点。ちょっとしたね、信号待ちとかでも簡単にパコッと外して、のちゅーって吸って、で、閉じて、また走り出せるっていうものなんでね、自転車乗ってる人は、これね、すごくおすすめです。はい、っていう感じですかね。うん、ちょっとね、反省点の多いところでしたけど、まあね、回数をこなして、少しずつね、改善していけたらいいかなと思います。って感じで、今日は眠りたいと思います。おやすみ。